こんにちは、速稼塾の久保です。元ホームレスにもみじまんじゅうが届くのか、今日はそんな実験をしてみたくてこの動画を撮らせていただいております。それでは今日はね、広島といえばもみじまんじゅう、もみじですからね、宮島銘菓ということで、私の町にも錦糖のもみじまんじゅうありますからね、買ってきます。これをミスタイムさんにお届けして放送していただくことができるのか、大実験でございます。花屋龍馬さんがね、この前お土産送ってなんか喜んでもらってたんで悔しいじゃないですか。じゃあ私も送らせていただきます。それでは行ってきます。まんじゅうのね、ほらこれ今止まってますけども、昼休憩でこうやって、あ、焼いてる焼いてる、そうですよ、あえてね、焼きたてが届けられるんですよね。まあ焼きたてが届けられると言ってもミスター M さんのところに行くまでにはだいぶ日が経っちゃいますけどね。はい、アルコールがありますんで、これもねシュッシュッとかけていこうかと思います。じゃあ行ってきます。速稼塾隠居テレビ買ってきましたよ、ミスター M さん。あの一応ね、店内、感染症に配慮してマスクしてます。はい、では届きますように。ミスター M さん、若干ちょっとかっこ悪いんですけども、すいません、今回はこのままお暮らしください。資源回収があったばかりで段ボールも何にもなかったんですね。で、一日も早く送りたいんで、手元にある、なんですかね、このお土産センターの袋の中に、物を入れさせてもらいました。それではますますマッチョ。